この絵咲久は、戦国時代から江戸時代初期にかけての苦行。大城大臣、この絵種家の子。官位は、十一位、関白、左大臣、大城大臣、純三宮。この絵家十七代当主。天文五年、この絵種家の長男として、京都に生まれる。母は、小賀の通元の幼女、慶子。天文九年、玄福氏、おば。 慶樹院の夫でもある、室町幕府十二代将軍、足利義春から返帰を受け、破裂軍を名乗る。天文十年、十三味に除せられ、苦行に劣する。天文十六年に内大臣、天文二十二年に、右大臣、天文二十三年に、関白左大臣となる。また、富士市長者に就任した。天文二十四年一月十三日。 11位に少女し、足利将軍家からの変記を捨てて、名を先継ぐと改めた。この当時、将軍、足利義輝は、三好長慶との対立により、慶から朽ち木に同座しており、解明したのは、義輝との関係を立とうとしたからとされる。永禄2年、越後国の長尾影虎が上落した際、先継ぐと影虎は互いに簡単照らし合い、 結書の起承文を交わして、名役を結んだ。英六三年、先継は、関白の職にありながら、影虎を頼り、越後に下校した。英六四年初か、先継は、影虎の関東平定を助けるために、上野、下宇佐に赴くなど、くげらしからぬ、行動力を見せた。影虎が越後に帰国した際も危険を覚悟の上で、古賀城に残り、情勢を、 逐一越ちごに伝えるなど、大胆かつ豪胆な人物でもあった。その後、謙信は、信濃へ出兵し、武田信玄と、いわゆる第四次川中島の戦いを演じることになる。謙信の活躍は直ちに、小賀城の先継ぐにも伝えられ、先継ぐは謙信にあてて、戦勝をガス書状を送っている。この頃、名を先継から先久に改め、顔をくげ様式から、 武家様式のものに変えた。古川入場に当たった、先久の決意めいた気概が伺える。しかし、武田、北条の二面作戦から、謙信の関東平定が立ち行かなくなると、次第に先久は、不毛感を覚え、永六五年八月、失意のうちに気落する。この気落は、謙信の説得を振り切ってのことで、謙信はかなり立腹したとされる。 しかし、一説には、剣信の関東平定後に上落を流す、計画であった、ともされている。永禄八年五月、永禄の変で将軍、足利義照を殺害した三好三次因衆は、将軍殺害の罪に問われることを危惧して、揃って、先久を頼った。先久は、義照のいとこであったが、その性質である自分の姉を保護したことを評価して、 これを認め、彼らが押す足利義秀の将軍就任を決定した。永六十一年、織田信長が足利義明を法事上落を果たした。義明は、永六の変後の咲久の行動から、兄の死には咲久が関与しているのではと疑い、さらに、全関白の二条晴れ氏も、咲久の罪を追及した。吟味の結果、義明はついに、咲久を、 朝廷から追放した。咲久は、都から、丹波国の赤い直政を頼って、黒井城の下立に流宮その後、本願寺十一世、兼女を頼って、摂津国の石山本願寺に移り関白を、解任された。この時、兼女の長男、京女を、自分の勇士としている。後に、信長包囲網の動きが出てくると、 佐紀久も三好三人衆の依頼を受けて、これに参加して、権女に決起を促したと言われている。だが、佐紀久自身は信長に敵意はなく、将軍、足利義明と、関白、二条、晴良吉の排除が目的であった。そのため、天正元年に、義明が信長によって、京都を追放され、一方の晴良吉も、信長から疎んじられるようになると、 先久は再び赤井直政の元に移って、信長包囲網から離脱した。天正3年2月、信長の創上により、気楽を許された。以後は、信長との信仰を深め、特に高刈りという共通の趣味を有していたことから、先久と信長はしばしば互いの成果を自慢し合ったと言われている。天正3年9月、 毛利リー・テルモトへの包囲網構築を拡作する信長に、要請される形で、九州に下校し、大友氏伊東氏相良氏島津氏の和議を図った。天正5年2月、京都に戻り、翌天正6年には純三宮の待遇を受ける。天正8年、ついで、信長と本願寺の朝廷に乗り出し、県女は、石山本願寺を退去した。 特に十年近くかかっても攻め落とせなかった、石山本願寺を改造させたことに対する信長の評価は高く、咲久が息子、信元に宛てた手紙によれば、信長から天下平定の暁月には、この絵家に一国を献上する約束を得たという。天正十年二月、大乗大臣となるが、五月には辞任している。 これは、信長の三色推任問題に関連して咲久が、信長に同職を譲る意向であったからだとも、言われている。三月の公衆政罰には、信長と同行する。だが、六月二日の本能寺の変によって、信長が応死したため、咲久の運命も変転を余儀なくされる。失意の咲久は落職し、立山と合する。しかし、本能寺を攻撃した。 明智光秀軍が、先久手から本能寺を銃撃したと残言に遭い、織田信孝や後に有志となる、橋場秀吉からも質問される。そのため、以後は、徳川家康を頼り、東,東海国浜松に下校した。一年後、家康の圧戦により、秀吉の誤解は解け、京都に戻るが、天正十二年の小牧。 長くての戦いで両者が激突したため、またもや立場が危うくなった咲久は、奈良に身を寄せ、両者の間に和議が成立したことを見届けてから、気楽した。天正15年以降、足利将軍家ゆかりの自称寺峠堂を別荘として、陰性した。上京三年観光の幼州府市によると、咲久が陰性していた時代の自称寺は寺、寺に、これの寺。 住職なしの状態だったという。慶長5年の関ヶ原合戦時には、当軍に組みした水谷勝都氏の着難勝高をかくまう一方で、西軍の島津氏と恩賜する当中率を保ちつ,つつ、関ヶ原合戦の詳細な情報を息子の信忠に伝えるなど、かつての活躍を伺わせる行動をしている。慶長十七年五月八日、皇居。京年十七 京都東福寺に葬られた。法名は、東宮辰山空誉れ。咲久は御石家筆頭という名門貴族の生まれに、ありながら、その半生を流浪に費やした。また、東大屈指の文化人でもあり、中央の文化の地方波及にも貢献している。咲久は、藤原氏着流の御石家らしく、和歌、レンガに優れた才能を発揮した。書道は、 少年院流を学び、夕食古日にも詳しかった。さらに馬術や鷹狩りなどにも、抜群の力量を示して、辰山公鷹百種という鷹狩りの専門的な解説書を兼ねた歌集も執筆し、秀吉と家康に写本を与えている。古筆の収集でも知られ、先久が所持した、古賀の通信筆と言われる、潜在和歌集は、その分割に際して、 古つかにより辰山切れと命名された。角については、信長の七回記に読んだ、追悼家の六首が残っている。六首すべてで五七五の書き出しの一字がそれぞれ、南無阿弥ダブで揃えられている。京都を離れ、地方を流浪遍歴することを余儀なくされたが、先久にとっては、単に経済的困窮や戦乱を逃れるためのものでは、なく、 むしろ政治への積極参加のための手段の一つであった。同時に地方に中央の文化を伝播する上で重要な役割を果たしたと評価されている。以下表中、日付は旧暦西暦年は和暦年を日付に関わらず単純に揺り薄暦に痴漢したものである。反例実践は実施、縦転線は容姿、横転線は婚姻。ありがとうございます。